ゴーイングリミットレスをビジョンに掲げ、群馬日産自動車や日産プリンス群馬販売などをグループ会社に持つ GN ホールディングス。事業所の太陽光発電導入や水力発電を利用した電力供給など、カーボンニュートラル実現に向けた積極的な戦略を推進しています。2022年に設立した農業法人ミノリオでは、自動車販売を超えた新たな事業に挑戦。車から回収した廃オイルを再利用したいちご農園をスタートしたことからも、社会貢献をも視野に入れたカーボンニュートラルへの強いコミットメントがうかがえます。脱炭素戦略を推し進める中、いち早く日産エナジーシェアを導入された背景と、その期待される効果について、執行役員の山田健介さんにお話をお聞きしました。もともと世の中の電気代が高騰してきたりとか、そういうことがあったりする中で、最初は工場の屋根に断熱塗料を塗ったりとか、あとは新しく工場をこう作るときに、2層のこう屋根にして、でこう断熱効果を高めるみたいな取り組みをこう中心に進めていて、そういうところで電気の使用量の削減というところから実は入ったっていうのが正直なところですね。でその延長上で、どうしてもこうカーボンニュートラルをしていく中でですね、それだけでは限界があるので、今こう昨年度から太陽光パネルをこう設置していくことによって、再生可能エネルギーを取り入れていこうというのが、今の段階になってます。 GN ホールディングスでは、自社の品質保証センターに太陽光発電と日産エナジーシェアを導入。オフィスの電力消費量とも合わせ、太陽光の発電状況に応じて EV の充電が自動的に調整できるようになりました。それによって自社の環境価値の向上、電気代削減、 BCP 確保、そして地域への社会貢献を目指しています。太陽光発電でこう発電した電力とかを使うだけだと、その全体的なボリュームはこう抑えられるんですけど、その基本料金に該当する30分間のその最大使用電力っていうところまで対応がしきれないっていうのが課題で持ってました。そこでそのエネルギーマネジメントシステムを使うことによって、リーフに充電した電力をその最大使用電力が立ってしまうところでリーフからこう放電することによって、この最大使用電力をこう抑えてあげるような、なんかそういう仕組みが欲しいなっていうふうに思っていて、そういったところがちょうどこううまく噛み合ってですね、今回のチャレンジに結びついたっていう形ですね。本当にこう私たちがこう考えていることをこうまず親身にこう聞いていただいて、で何を求めているのかとか、何を形にしたいのかっていうところを定期的なミーティングを重ねてヒアリングしていただいたっていうところが非常にありがたいですね。私たちがそれらのこう業者さんと打ち合わせするとなると、やっぱりその全体像がいまいち把握できてない部分があるので、なかなかスムーズにいかないのかなっていうふうに思うんですけど、全体像が把握できている、日産自動車さんの方でその辺の調整もしていただけたので、そこでこう何ですかね、それぞれの業者のパイプ役になってこう間を取り持ってくれたっていうのが、一番こうありがたかったところですね。今後のカーボンニュートラルに向けて、まずはその再生可能エネルギーっていうのをこう有効的に活用していくっていうところで、今回品質保証センターにエナジーシェアを導入するんですけれども、今後その発展性の中でそのエナジーシェアっていうのを他の店舗とかにも導入することによって、よりこう再生可能エネルギーを有効活用するっていうのができたら面白いなっていうのがまずあります。まもなく100周年を迎える GN ホールディングスでは、災害時に自社を避難場所として活用することも視野に入れ、地域貢献への取り組みも積極的に進めています。ここまで企業として成長してこれたのも、やっぱりこう地域の皆さんの支えがあってからこそっていうふうに感じてますので、そういったところで恩返ししながらですね、地域の方たちとよりこう群馬をまた盛り上げるとか、そういったところの取り組みができるといいなっていうふうに思っていて、で私たちがこう持っている強みとか、そういったものを使いながら、皆さんにですね、そういうのをこうシェアできるといいかなっていうふうに思ってます。